ティランテは、アメリカ海軍の潜水艦。天地級潜水艦の一隻艦名はスペイン語で、タズナを意味し、キューバ沖に生息する、タチウオカの一種夢立ちもどきにちなんで命名された。その名を持つ艦としては二隻目。夢立ちもどきティランテは1944年4月28日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。 8月9日に、ウィリアム・ビー・ジー・グラフ夫人によって、命名、浸水し、11月6日に、艦長ジョージ・エル・ストリート賛成少佐の指揮下、収益する。ロングアイランドサウンドでの成長訓練及びパナマ沖、オアフ島沖で訓練を行った。1945年3月3日、ディランテは、最初の紹介で、日本本土海域に向かった。九州西方を巡航したディランテは、 長崎への入り口を紹介し戦果を上げる。3月25日、ティランテは、北緯31度09分統計130度31分、北緯31.150度統計130.517度、130. 31.150130.517の地点で、高領隊の辞任を乗せて、沖縄島に向かっていた、特設苦戦艇藤丸を撃沈した。 3日後の3月28日昼には、北緯32度14分統計129度56分、北緯32.233度統計129.933度、32.233 12、129.933 32. の地点で、火脚船ナゼマルを撃沈した。2度目の戦闘では、日本軍の護衛艦による攻撃で、ディランテは7時間の先行を強いられたものの、 無事戦線から離脱した。また、なぜ丸の日雷する様子が映像に残された。3月31日、ティランテは、北緯31度11分統計130度04分、北緯31.183度統計130.067度、31.183130.067。 の地点で100トンの小型ホブネに対して5インチ砲及び40ミリ機関砲で砲撃を行いこれを撃沈した。4月1日には二等輸送艦に対して3本の魚雷を発射したものの命中させることはできなかった。ディランテはすぐに移動し、津島海峡に近い朝鮮半島の南岸で活動する。4月6日の朝に、 小型漁船との戦闘でこれを打破撃沈前に乗組員3人を捕虜とした。翌日、ティランテは小黒島近海でドラム缶貨物を甲板に積み込んだ2800トン級輸送船と思われる船舶を破壊した。ティランテは浮上して残骸を調査し、貨物の残骸にしがみついていた2名の生存者を救助する様近くの漁船に指示した。 ディランテの上院はこの撃沈を報告したものの日本側の戦後の資料では撃沈された船を確認することはできなかったがアメリカ側はこの目標は特設苦戦でたままるであろうとしているこの頃アメリカ海軍の情報部は日本の暗号を解読し日本軍の動静をほぼ予測していた傍受した一本の無電に ディランテの紹介海域に向かう重要な輸送船団の情報が含まれていた。この情報に応じて、ディランテは4月9日に先行して、船団を待ち伏せた。ほどなくしてディランテは向かってくるタモ53船団を発見。2隻を標的に選び、それぞれに3本の魚雷を発射した。2隻の1隻である聖カワマルには命中しなかったが、もう1隻。 火脚船日光丸に命中弾を与え、北緯36度46分統計123度36分、北緯36.767度統計123.600度、3 6 7 6 7十2 3 6 0 0の地点で撃沈した。日光丸は聖川丸と共に、台湾産の砂糖や帰国する、引上げ者、陸軍兵士及び上海からの水兵などを乗せていた。 日光丸が沈没するとともに、護衛艦が反撃に移った。逆襲を防ぐためティランテは、護衛艦の一隻に対して、魚雷を発射し、後に爆発音が聞こえた。戦後の記録では、第102号解剖艦の総打機に魚雷が命中し、航行不能に陥ったと記録されている。解剖艦のみティランテは、航海での紹介を再開し、チェジュ島と長高河口の間を巡航した。 まもなく、チェジュ島北西部の氷尾島にいる、輸送船団、もし例に船団の情報を受け取る。これを受けてティランテは、夜に紛れて、接近を開始した。輸送船団が停泊中の海域は浅見だったため、先行攻撃での不利を予期して浮上したまま、戦闘配置を礼し、重宝に人員を配置して接近していった。ティランテは、敵のレーダー。 紹介機及び紹介艇を避けて大きく迂回しつつ、北東方向から湾に侵入し、ティランテは3つの目標、下客船小飛吹山丸と2隻の解剖艦、のみ及び、第31号解剖艦を発見。他に、解剖艦三宅、第213号解剖艦も、在泊中だった。ティランテが湾内に侵入した時は、ちょうど三宅に代わって、第31号解剖艦が、 ワイン交渉会の配備に着いたところであり、ティランテは、解剖艦からわずか20メートルの距離を、相手に気づかれず通過していった。4月14日、未明、ティランテは、まず、ことぶき山丸に対して3本の魚雷を発射した。魚雷は、命中、大爆発を起こし炎上する。火炎によってティランテはその姿を照らし出され、のみと、第31号解剖艦は、 ティランテの型に向かった。ティランテは、全速力で外洋に向かいつつ、監視発射艦から追跡する敵艦に対して、放射状に魚雷を日本発射。魚雷は、のみに命中し、のみは、瞬時に爆沈。のみに上艦していた第一解剖隊司令、池大海軍大佐も戦死した。第三十一号解剖艦は引き続き、ティランテを追跡。ティランテは、 最後に残った完備の魚雷一本を第31号解剖艦に向けて発射。魚雷は命中したものの不発であり、ここまではティランテにとっては不運だった。しかし、命中のショックで第31号解剖艦の爆雷庫に火災が発生。第31号解剖艦は横転して沈没した。ミッドウェイ島への帰路の途中、ティランテは日本軍のパイロット2名を捕らえ、 捕虜は合計で5名となった。4月26日、ティランテは52日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。ティランテの輝かしい戦績により、艦長のストリート中佐は名誉勲章を受賞することとなった。副長のエドワード・エルビーチ中尉は、海軍十字章を受賞した。艦自体も、主君部隊賞を受賞した。戦前の短島5月20日。 ティランテは2回目の紹介で9隻の潜水艦からなるウルフパックストリーツスイーパーズストリート S スイーパーズの司令官として東、シナ海及び航海方面に向かった。部隊は敵を探索したもののこの頃には敵艦の数は大きく減少していた。ティランテは6月10日によく慣れた狩場である長崎沖で4隻の船からなる船団を発見した。 三隻の護衛艦を回避し、800トンの貨物船を撃沈したが、戦後の日本側の記録ではこれを確認できなかった。翌6月11日未明、ティランテは大隅海峡西方沖で、浮上充電中の E36 を発見して、魚雷を発射したが、命中しなかった。火が高く昇ってから、チェジュ島で成功させた電撃的な攻撃を再度繰り返した。 ディランテは、長崎から約11キロしか離れていない、丹島と野茂半島間の海域に侵入し、丹島南東部の岩壁で石炭の積み込み作業中の貨物船白寿丸を発見した。体制はやや困難だったものの、ディランテは白寿丸に910メートルまで接近し、11時15分に最初の魚雷を発射し、命中。 白樹丸の乗組員が戦備砲で反撃するように見えたので、続いて2本目の魚雷を発射。これは不発に終わった。間発入れず3本目の魚雷を発射し、命中、白樹丸は沈没した。ディランテは攻撃を終えて端島から離れようとした。しかし、右側の船団の調子が悪くなり、ディランテは意を決して浮上でこの海域を脱出することとした。 沿岸砲台からの砲撃がティランテの資金に着弾したがティランテは速度を上げ、この間にセンダの調子が戻ったので、再び先行して戦線を離脱した。一連の攻撃の様子は映像として残された。ティランテの短島攻撃は一つの伝説を生んだ。米潜水艦が短島を本物の軍艦と間違えて攻撃したというものである。 西側から攻撃したなら、確かに、軍艦と間違えて攻撃したと言えなくもないが、ティランテは、岸壁のある東側に入り白昼堂々と攻撃し、確実に白昼丸を仕留めた。坂本伊佐は、その著作、軍艦島攻撃猿において、この伝説は、軍部が、アメリカの間抜けさを強調するために、世論誘導を行って作ったものではないかと、考察している。 また攻撃時、島民は爆発音で恐怖と不安に包まれた。ディランテは、紹介を再開し、6月24日には、航海で、第284アンタン丸を撃沈する。7月4日には、オウキで警備船、コシェイル、マッシュアイマルを撃沈。7月8日には、北緯38度48分、統計121度25分。 北緯38.800度統計121.417度、38.800121.417の大連沖で、下脚戦済み通り丸を撃沈した。7月19日、ティランテは57日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。8月12日、ティランテは3回目の紹介で出撃したが、3日後の終戦に伴い紹介は切り上げられ、 8月23日にミッドウェイ島に帰島した。ディランテは本国の東海岸に向けて出港し、10月にワシントン海軍交渉で停泊、艦長のストリート中佐はホワイトハウスで名誉勲章を授与された。ディランテは10月31日にスタテンアイランドに移動し、停泊、1946年1月8日にコネチカット州ニューロンドンに移動した。 ニューロンドン沖での訓練活動後、ディランテは7月6日に母校で退役し、予備役となった。ディランテはグッピーイーヤ改修が行われ、1952年11月26日に、ポーツマス海軍造船所で最終駅した。バミューダで成長を行い、大西洋でアイスランドまでの範囲において活動、その後東海岸に帰還し、最初の 第6艦隊配備の準備に入った。続く20年に及ぶ活動期間で、ティランテは6度の地中海配備を経験する。この間、定期的に、北大西洋、カリブ海、メキシコ湾での訓練及び艦隊演習に従事した。また、NATO 軍との合同演習にも参加し、対潜水艦船訓練の標的艦任務にも貢献した。加えて、 フロリダ州キーウェストの艦隊ソナー学校での支援任務にも従事した。ティランテは1973年10月1日にキーウェストで退役し、同日除籍された。その後1974年4月11日にニューヨークのユニオンミネラルズアロイ社にスクラップとして売却された。ティランテは 第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖章及び1個の主君部隊章を受章した。ありがとうございます。